はい、どうも皆さん、えー、T.C. すです。えー、前回、えー、前回じゃないか、まあ、全然前回ぐらい、えー、まあ、コメントの方ですね、自衛隊の装備で、えー、BFO をやってくれないかという、えー、コメントをいただきまして、今日はそれに沿って、えー、プレイして、えー、かましてやっていこうと思います。で、使っていく兵装なんですけど、突撃兵ではなく、後兵の方でですね、はい、やっていきたいかなと思っております。 はい。じゃあ、カスタムしていきましょうか。じゃあ、とりあえず、迷彩から。えー、アーバン。舐めるなアーバンだとそんな,な、やわなね、迷彩は使わない。自衛隊は基本的に、どんな時でも普通の迷彩森柄の、森柄の迷彩それが、たとえ砂漠、イラクとかの砂漠でも、市街地でも、森柄ないやないかい。前、まあ、は、ネイビーとか、え、ダーな、これ。うん、どうしよう。 森柄がないよ、森柄が。ああいやな、なんか違うな。デザート。いや、デザートもない。ちょっと、上海だからな、ここ。まあいいや、アーバンで。はい。次、やっていきましょう。まあ今回、まあやっていくわけですが、まあフィールドアップグレードと思いじっていきましょうが、なめるな <laughs> フィールドアップグレードだったそんな都合のいい技術がポンポン身につくわけないだろう。う 技術,えはい、技術ってのはな教育。3ヶ月以上の教育をかけてやっと習得できる技術のことだ。とりあえず攻撃態勢でもつけて、おこう。脱出力10%。まあとりあえず、すっげえ体力あるよっていう設定で。次、ナイフ。なめるなナイフだと陸上自衛官はな、ナイフだと持っていない。えっ、ー、とね、バイオネット。つまりまあ銃剣しか持ってないんだが。 どれだ ?10 件 <laughs>。まあ、これでも付けておこう。C100。グレネード。舐めるな <laughs> 一般の単位に自衛隊がグレネードなんかポイぽを持たせてくれるわけないだろう。なんか触れでも持ってけよ、お前。はい。ガジェット。次、まあ、ガジェットなんですけど。舐めるな リペアツールそんなもの持たせてくれるわけないだろう。乗り物の直し方だぞ。私は知らん。はい、次。次、対戦車榴弾。これはですね、ん、まあ丸一式対戦車弾という感じで。えー、っと、人72でも持っておきましょうか。スロー、人7にこっちでやっていきます。うん、MVT ローもいいんですけど、まあ、形状が似てるんで。ただですね、うん、なんか、よくわかんないです。<laughs> 次、拳銃。 まあ、拳銃はまあ、皆さん、まあ、知ってる人も多いと思います。えー、9mm 拳銃。これがですね、P226。えー、ですね。このシグザウェル社の P226 の一つ前のやつ、P220 ってやつのライセンス生産なんですが、舐めるな <laughs> 一般の隊員が拳銃など上等なものを持てるわけないだろう。なんか使う予定はない拳銃など。これでも持ったわけ。次、えー、プライマル、メインウェポンなんですが、 うーん、89、ちょっと待ってくださいね。はい。えー、ちょっと Google 先生で調べてみた結果、89式小銃っていうのはどうやら、えー、コルトの M16 と、その、まあ、すごい、またいとこのまたいとこぐらいの関係にあたるらしいです。AR15 ってやつが89の祖先で、えー、っと、M、M4 カービン、えー、89式小銃にとって M4 カービンは、 えー、おじいちゃんのいとこのその子供の子孫みたいな感じで当たるらしいです。ほぼ他人じゃんって。<laughs> ははは。い。で、ですね。えー、何も解除しておりませんね。アタッチメント。まあ、使ったことないんで。舐めるなアタッチメントをバレルアクセサリーアンダーバレル舐めたらいかん。自衛隊の89式小銃っていうのは基本的に素。 ノーマル。デフォルトの状態の銃を使わされる。はい。さらに、ちょっとその脱落防止であのガムテープ、黒いガムテープでぐるぐる巻きするんですけど、銃を。まあ、な,なんかこれ、この M4 の断層についてる、なんかあの、テープ、まあ、そこはちょっと似てるかなという、そうそういうところで考えると。えゃ、ー、ち何言ってんですかね。まあ、こんな感じの、並走でやっていきます。いやー、なんかボコボコにされる予感するな。はい。 というわけで、まあえー、スポンしてやっていきましょう。でですね、まず、発射機構、単発。はい。なめるな自衛隊は基本的に単発しか使えませんよ。連射なんて勝手に使ったら怒られますで。はい。えー、っと、あ、そうだ、あとランチャー、これもだ一発だけだ、もう出るのは。ランチャー一本に次ね、10キロぐらいあるのと、こんなね、4発も5発も持ってった日にはね、隊員怒りますよ。はい。というわけでやっていきます。 いるん、じゃないかあこれ敵じゃん。<laughs> あちなみに今回ハードコアです。マップなどない実に。うーん、こっちか。なんかいるような気がするんだからな。えああ、マジかよ。<laughs> そんなとこに戦車入れたのか,ななんか初めてした。うん。まあいい。あの戦車いるっち あいや、私がクリアリング不足で、クリアリングっつうかがんまじだろ、ぜ。うんとりあえずアルファに向かってみたが、で、こっちに一人。よし。で、二人目。やばい。来い。おーい、幸せ。<laughs> うんやはり、えー、少々、遭遇戦に弱いな単発だけあって。あー、だからなんとかするしかあるまい。 いかんな。まあ、なんかいろいろとああ <coughs>。どうしようかな。これ何をもって成功とするかだよな。まあ、絶対なんかいい成績とか取れないし。クソ買いの予感しかしないが。ああま、あとりあえず勝って、キルレを割らない。そしたら、もう私の勝ちってことでいいだろう。よし次のラウンドだ。やっていこうじゃないか。あ,あ。 だから公、孔平貴様は首だ、うん。突兵を使う。だお前、眠そうな顔しやがって。うん、で突兵で,で、これじゃなくて、えー、あ、これがで、えー、武器は、どうしようかな。とりあえず、スカイチ持っていくか。で、これなら、単発でもいけるはず。 ええと、確か近距離だったら3発格殺だったので、はい。で、ガジェット、蘇生器具なんてものはない。死人はそのまま生き返らない。で、拳銃は使う予定がない。医療パックはまあ、もっと行こうか。ね。うん。で、グレーも使う予定はない。ブーツ、あー、まあいいだろう。お、森からあるじゃねえか。えっ、ー、と、これかえな、な、なんか脱水な。<laughs> えー コケやん,、うん。まあいいや。はい。というわけで、えー、あの変なコケみたいな、えー、明細にしてやっていこうかと一旦たし存だ。うん。では、かまそう。うん、あ、しまった。単発にしないといけない。よし。しかし、これ見づらいなスカーエッジ。うんア,イアンアイアンサイト全般に言えることだが。 うん。あとだーめんどくさいのがいるぞなんか撃っとる撃っとる。あれ壊して、壊してくれ誰か。私が公平だったところで、その、MVT、MVT ロとかそのラムを一発しか持ってないから、大した脅威にはならないはず。うん。というわけで撤退します。追ってくるなよ、クソタング。よし。いいぞ、こっちから行くとしようか。 デルタ取っちまったのが、もうなんかクソゲーの予感しかしないが、前方的3倍2名タンパーつぶって。もう一人か。ーしやったぞ。いいぞ。本調子だ。エコーに侵入したが、早々に、えーと、掌握してしまったぞ。うーん、一応ブラボーが鳴っているが、る取っちた。全 <laughs> 虚やんけ、これ。 あ、クソゲーだわ。だが、えっ、ー、と、今回のプレイにおいて、えー、ちょっと味方邪魔だな。これハードコアだから味方にもダメージがってめんどくさいのがいる。えっ、ー、と、なんだっけ何の話だったああ、そうだ。まあ、この、せ、この実況の成功条件として、勝利が入ってる私としては、けあーえっ、ー、と、まあ、この状況はありがたい。まあ、早々に寝れそうな予感がするぞ。 あー、どうしようかな。あとは、まあキルレ。キルレはなんとか上げたいところだが、貴様が。よし。うん、いいぞ。なんか、これ、あれじゃないか。なんかここら辺に来る敵をパチパチやってれば、えっ、ー、と、なんか死ぬんじゃないか、敵は。あ、死ぬんじゃないかというか、私の、えー、スコアが上がるんじゃないか。うん。なんか、右に見たくない奴がいるな。とりあえず、コーディ持ってあはなんで見えるんだスポットされないはずだ。 おいうんまあなんとか敵がエコーを取り返してくれたが、うん、まあどうなることやらもう完全に、うん、もう決まっちまったなこの試合はえー、っとついさっきえー、400差チケット数400を切ったうんまあこのまま流れで勝てるであろうあとは私の成績まあえー切るれかうん をなんとか伸ばしたい。で、こっちになんか一人いたが、貴様が。おら、え失礼します <laughs>、えー。ハードコアということで、その、えー、っと、腰打ちの時の照準、えー、クロスヘアがないんで、いささか腰打ちもやりづらいところ。あと、これ、エームアシスト発動してるのか。ハードコアだから、エームアシストがないとか、そういうのはあったかな。いまいち思い出せないあ。思い出せない。うん。いかんせん、ね、ハードコアというのはあまりやらないもんで、えー 1>, 1人いたな。1人というか車両。まあそこは、あそこは、あ,あれはまあ、えー、と、味方の戦車に潰されるであろう。私は、あなんか、仕上げしている音がする。こっちか。貴様か。ああ、よし、ワンカットだ。えー、っと、なんか知らんがパチパチ打ったら当たった。よし。あとはエコの主役に前進したいところであるが、うん。 怖え。<laughs> ハードが怖いな。マップがないことらこんなにストレスになるとは。うん。一応、あの右側、発電機みたいなのがいっぱい置いてあるところも怖いが。あーどうなんだろうか。あっちに味方はいる。ガッって、ね、こっちに行くか。待て、えー。私が逃げるまで撃つんじゃねい。よし。で、おそらく追ってきてるはず。私ならをで、一旦位置を変えて、この辺で追撃。よし。追撃、まあ、迎撃。よし。 であとは、なんかこっち辺にたまってるんじゃないか知らんがえーっと、いないこっちはなんかロケランを打ってるやつがいるが一人カットうんいないいやーもう少し詰めてみるか、うん、うん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 待ってあ見られてるなうーん一旦下がろうかなんだあれは敵の AA か うーんちょっと調子に乗りすぎたままあ、いい。貴様だちょっと待って見えない見えない見えないアイアンサイト最悪。くっそ。あそこか。弾のあれもないんだ。くっそ、やめろ。よし。あと一人。<わ>ダメか。やっぱクロスヘアがないから、こう、どうしても、えっ、ー、と、腰ちからの ADS が遅れる。いかんともしがたい。 んこれ乗ってれば強いんじゃないか舐めるな一階の自衛官がな、あんなよくわからない装甲車の二番席の銃座の打ち方なんか知るわけないだろうおーはい。というわけで降ります、えー。で、再びエコーに攻め入るとしようっていうかもう敵の陣地はエコーしかない。最悪のレイプゲーだな、これ。うん、一応ここガイサバのはずなんだが、まあ、そう、ラグくなくて助かった。 といったのあるなじゃあちょ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 ,ちょよし !OK! で最初の点、自、えー、の前進を開始するとしよう。えこう。うん、言でもなってるがな。敵はもう完全に腰が抜けてるぞ。もう玉抜け状態だ。うん。こっちから詰めるかいや、一回入るか。うんと。いくそ。 どれが味方の銃声か敵の銃声かもわからない。あとこのああ、やめろ。ああ、やつか。押し置きだった。よし、やったぞ。<laughs> うん、エコも取ってしまった。いよいよやることがない。一応、アルファがなっているが行くのがめんどくさい。というか、行ってる途中で終わるだろう。あと20チケット。ああ、なんかここら辺にいるんじゃないか。はい、あざはい、ちょっと待て、待て、待て、待て。だ。 前に出すぎた。味方の爆撃を食らっているようだ。が、あと3チケット、二チケットを過ぎて、いえ、1チケット。状況終了。以上もって当分隊の指揮を解く。うん。まあいいんじゃないか、うん。圧勝。まあ、多少苦戦するかと思ったが、あ <laughs> まあ、クソゲーだったないかんともしがたいが、まあ成功は成功ということで。 まあ素直に喜んでおこうじゃないか、うん、これ、同率キルトップじゃなあ、違うか <laughs> だからまあ、3位か。うん、15キルが2人いる。あーまあ、なんかこ,こんな感じだ。まあ、しまらなかったら。まあい、ジ、まあ、自衛隊での装備。時給あるぞ。はい。